正解金です。なぜ？おでーす。どうも、ケイスケです。皆さん。お待たせしました。まあ僕がお待たせしたわけじゃないんですけども、ついに念願のカメラが出たということで、テンション上がってます。まあ、みんなこの動画見始めたことは分かってると思うんですけども、ルミックス、パナソニックルミックスから新しいカメラ。いや、これはね、熱いぞというカメラが出ました。こちら。はい。いや、軽いな。こちら、ルミックス S5 2というカメラが発表されました。いや、これめちゃくちゃ熱いぞ。一応ね、このカメラの多分同時発表かなくらいで S5 2と S5 2X というカメラも、発表されていて、それはね、後ほどご紹介するんですけども、今回は僕は先行で S5 2使わせていただいております。で、もうぶっちゃけます、このカメラめちゃくちゃ押せます。押せますどころか、もう言いましょう、買います。絶対に買う。いや、これはね、買うよ。これはね、絶対買うっていうカメラが、僕の中でね、ですけども、買うっていうカメラ出ました。で、まあ、もう、ざっくり結論から言うと、どういうカメラかっていうと、ルミックス、パナソニックルミックスの中での S5 シリーズっていうのは、まあ、フルサイズの、ベーシックモデルのフルサイズのカメラなんですよね。で、そのフルサイズのカメラですと、まあ、僕フルサイズ大好きなんで、やっぱボケ感とかも含めて、フルサイズのカメラで、で、スペックも十分あります。写真も撮れます。動画も撮れます。かつ、もうみんなもう、本当にルミックスユーザーは待ち望んでた、オートフォーカスね。増面位相差 AF っていうのが搭載されて、オートフォーカスも速くなりました。そんでもって今までのルミックスとね、こう、同じような UI だったりとか、あとは利便性っていう部分、僕大好きなんですよね。なんで、もうそれが積んであって、オートフォーカスが来て、いや、これじゃんと。カメラ今これなんじゃないみたいな感じの、本当に、これからしばらくこのカメラ買う人めっちゃ多くなるんじゃないかなと思うくらいのカメラです。まあ、ちょっと語りすぎましたけども、まあ、今回はね、このカメラレビューしてくれということなんで、もう忖度なしに、メリットデメリット全部言っちゃいます。なんでもうみんなが決めてほしい。このカメラ買うかはみんなが決めてほしいんだけども、僕は買いますというところからスタートして、じゃあ何が良かったのか、僕なりの決め手はどこだったのかっていうところも含めて、ご紹介していこうと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは、早速いってみましょう。はい、改めまして今回ご紹介するのはこちら、パナソニックルミックス S5 2というカメラです。まあ、さっきもご紹介した通り、ルミックスのカメラには、まあ、僕も持ってるんですけども、 G シリーズ GH 僕持ってるのは6ですね、とかのシリーズっていうのはマイクロフォーサーズセンサーっていうちっちゃいセンサーになってます。に対して S シリーズっていうのが、まあ、大きいフルサイズのセンサーですね、という感じになっていて、そのフルサイズセンサーのカメラの中でも S5 っていう、まあ、ベーシックエントリーというかベーシックからね、のモデルがありまして、それのマーク2が今回のカメラです。でも本当にこのカメラはマジで完成度が高い。なんかめちゃめちゃここが突筆してるとか、ここがめちゃくちゃいいっていうよりかは、どっちかというと あんまりこうデメリットがないカメラっていう方が表現に近いのかなと思います。で、僕は本当どんなシーンでもこのカメラ使えるわと思って、本当色味も大好きだし UI も大好きだし、いや、来たね。これは来た。うん、これは来たわ。ごめんね、電車上がっちゃって。はい。で、早速、ちょっとスペックのところからご紹介していきます。こちら、ルミックス S5 2なんですけども、まず画素数、2420万画素です。まあ、ちょうどいいですよね。ベーシックカメラとしては、すごいちょうどいい、画素数かなと思います。で、写真が撮れて、動画撮影はですね、Mac
4K の 30p まで撮影ができます。と、4K の 60p も撮影できますね。これちょっとまあ、一応制限があるので、後ほどご紹介するんですけども、撮影ができ、かつ、10ビットでもちろん撮影ができます。まあ、最近の新しいカメラっていうのは、10ビットっていう、まあ、普通のね、動画の中でも、かなり色編集がしやすいよっていうフォーマットで記録ができたりするんで、もうこれ、ロング GOP42 に10ビットみたいな、ちょっと難しいやつなんですけども、まあ、とにかく、色の表現もすごい広いという感じになってます。まあ、僕もね、こんな感じで色編集してるんですけども、めちゃくちゃ綺麗に色が入ります。はい。で、写真撮影の連写はなんと30コマいけて、手ブレ補正もめちゃくちゃついてます。なおかつ、比較的軽いボディですよ、ということで、本当に持ってみてこれは完成度高いなと、で使ってみてもやっぱ完成度高いなと思うカメラでした。で一応ねちょっと僕は使えてないんですけども S5X か違う S5II X かっていうカメラがまあ一応ね同時に発表されたと思うんですけども、S5II X とのちょっと軽く違いっていうところで言うと、まずまあ見た目的に言うとこのルミックスロゴっていうのが黒くなってます。ただ結構スタイリッシュな見た目になってますね。あれね見た目かっこいいですよね。オールイントラ記録っていうまあなんていうのかな、編集はサクサク、データ容量は重いけど編集はサクサクみたいな、データで記録できたりとかプロレスで記録できますと、 USB じゃない、SSD 記録ができるのかなとかの違いがあったりとかします。なので本格的に本当に業務とかで動画も使いたいよっていう人は、S5II X でもいいかなと思います。でここまでねご紹介してきて、ね今までにもこういう感じのスペックのカメラあったかもなと思ってるかもしれないんですけども、今回ねいい感じなのは値段です。まあもちろんねカメラってもうそのもの自体で高いんで、うわ安いわこれとはならないかもしれないんですけども、このスペックにしてはかなり安くてですね、S5II に関しては確か僕がねこそっと聞いた話だと25万いかないぐらい、なんで24万円台とかなのかな、で S5II X に関しては、まあ、そこから2万3万上がるのかなというぐらいなんですけども、それでも30万切ると。でこのね同スペック帯同じようなスペック積んだカメラって大体30万超えるんですよ。31、2万はしちゃうよってところが今回25万切るぐらいのね価格で出るらしいので、いやこれはねめちゃめちゃ熱くない？いやそこも含めて僕は買いだなと思ったんですよ。やっぱ僕はYouTube でねメインで活動しているので、いろんな人におすすめできるカメラっていうのをなるべく使いたいんですよね。で今回のこのカメラは値段もそこそこリーズナブルに抑えられるなっていう点も含めて、僕はいろんな人に本当におすすめできると思います。なので、これはねちょっと僕も買って使っていこうかなと思っているところです。はい。であと外観ですね、ご紹介していくんですけども、まあ、外観はシンプルです。今までの S5 とそんな大きくは変わらないのかな。でルミックスの1個の特徴としては、ここですね、こうボタン類がもともと充実しているので、まあ、カスタムボタンとかを設定しなくてももともと ISO とか、明るさとかホワイトバランスとかもそうだし、オートフォーカスのね、このなんだろう、マニュアルを切り替えるとかオートフォーカスのエリア切り替えるとかっていうのもすぐアクセスできるのがめちゃくちゃいいところだと思います。でバリアングルですね。まあこれは多少賛否あるかもしれないんですけども、僕はまあ動画ね自撮りするとかそういう面も考えるとやっぱりバリアングルの方が好きだなと思いますんで、まあこれは僕的にはかなり嬉しいですね。はい、バリアングルでジョイスティックもついていて、という感じになります。ダイヤルは2つあって、まあ普通のねモードダイヤルと、もう1個は写真のね連写とか、セルフタイマーとかを切り替えるものがついています。ダイヤル2個あるのも嬉しいですね。ケイスケの動画で、まず今回めちゃくちゃいいなと思ったのが色味ね。色味超いい。今回は 4K24P で大体撮影して、で10ビットで撮影して、それをログで記録して、それをね動画で色編集してたりするんですけども、めちゃくちゃ色の出がいい。やっぱルミックスって発色がすごくいいのと、赤がねきちんと出るんですよ。で色の分離がめちゃくちゃいいんで、なんか他のカメラだとここ色かぶっちゃうよなってところもしっかりと色が分離して出てきてくれます。なのですごく色がいじりやすいなっていうのが一個感じたところですね。僕はこの色大好きなんで、使っていこうかなと思います。結構キレがねいいっていうのも僕はねルミックス最高だなと思ったところでした。で次肝心のオートフォーカスですよね。十分早いです。はい、最高。まあ今まではコントラスト AF っていうのしかなかったんですけども、それに加えて増明位相差 AF と、まあ要は強いオートフォーカスが追加されたんですよね。なんで、まあ増明位相差 AF 追加されたところでどうなんじゃいと思ってたんですけども、まあ十分早かったです。本当ね、実用に足るぐらいオートフォーカス早いし、正確だったっていうのがあるので、例えばこのね、ススキのシーン、これも今までのコントラスト AF だったら多分ね、オートフォーカスいってないと思うんですよ。多分ね。
行ってないか、こうグワグワグワってなってるかだと思うんですけども、これ増面位相差 AF 今回の新しいオートフォーカスでしっかりとピントが合ってますっていうのも含めて、オートフォーカス早いし正確だなと思いました。でまあただね、もちろんね、完璧ではないよ。もちろん完璧ではない。例えば、まあ、今まで僕が使ってたカメラ、もうオートフォーカスめちゃめちゃ速いカメラっていうのが、10段階中10だとしましょう。10だとすると、まあ、こいつはでもそれでも8ぐらいいってる。まあ、本当に十分ね、実用に足ると思うし、本当ね、変な癖も少ないように感じました。で、まあ、言うてもね、僕が持ってるこれって、リリース前のカメラなんですよ。で、僕がね、持ってる間にも、これファームウェアアップデートしてくださいとか、そういう依頼が来てるんで、まあ、実際に、こう、リリースされた後でも、ファームウェアアップデートでね、今後、オートフォーカスが進化する場合もあるので、そういう点も含めて考えると、もう十分以上オートフォーカスは早いなと、早くて正確だなと思います。で、まあ、どんどんね、いいところをご紹介していくんですけども、次ね、手ブレ補正です。手ブレ補正やっぱね、やばいわ、ルミックス。確かに、ちょっと効きすぎて、自撮りするときにグワってなるときももちろんゼロではないんですけども、ただ、さっきの見てもらった作例、全部ジンバル使ってないです。これね、ツイッターに上げたときに、あ、ジンバル使ってますかっていう風なコメント結構来たんですけども、全然使ってなくて全部手持ちなんですよね。なんで、めちゃくちゃ手ブレ補正が効くと。うん。で、使ったレンズは、今回は 20mm、60mm、このキットレンズですね。あ、そう、今回は、この 20mm、60mm のキットレンズと、ダブルキットレンズみたいな感じで、この 50mm F1.8 のキットレンズバージョンも発売されます。ので、ほんとね、キットレンズセットで僕撮影してるんですけども、このぐらいのクオリティが取れちゃうと。しかも全部手持ちでね、はい、取れちゃうっていうのがいいなと思います。あ、追加で1個なんですけども、音質やばいんですよ。音。はい、どうも、ケイスケです。今日はキャンプにやってまいりました。はい、もう実はテントが立ってまして、今なんか山梨の南アルプスの方に、来ております。で、今日使ってるカメラはですね、なんとルミックスの新しいカメラでですね、S5 のマーク2、初めて僕ね、ルミックスのフルサイズのカメラ使うんですけども、それの、新しいモデルを使わせていただくことになりました。よいしょ、ちょっと明るく振っちゃおう。音これ全部マイク使ってないんですよ。いや、で、この音質と思っちゃって。今回確か24ビットかなっていう内部記録。なので正直、このね、ここから、この辺から集音してるんですけども、ここにね、風の音とかは確かに入っちゃうんですけども、とはいえ音質がめちゃくちゃいいので、マイクなくても全然いいんじゃないかと思えるぐらいの音質であります。僕ね、ここにモフモフつけてそのまま Vlog しちゃおうかな。いや、とか考えるぐらいめちゃくちゃいいと思いました、音も。うん。で、ここからは、ルミックス特有のいいところなんですけども、もう本当にラットのビューアシストっていうのがめちゃくちゃいい。これあんま他のメーカーのカメラだとできないんですけども、ログ撮影、動画はログ撮影っていう、まぁ、ちょっとね、コントラストの低いものでね、撮影したりするんですよ。その方が色情報が残るから。なんですけども、やっぱね、こう撮影してる時に、ビューアシストって言って、そのログの状態だとですね、こんな感じにね、薄くなるんで、これで撮影してるとテンション上がらないんじゃないですか。それをノーマルの状態に戻すんですけども、そのノーマルの状態に戻すときに、まあ、こういう感じで僕のね、オリジナルラット、自分で作ったラット、色味のテンプレートっていうのをカメラ内で当てることができます。なんでもうカメラで撮ってるときにいつでも、あ、いい色味だって思いながら撮れるというのが入ってるんですよね。まあ、これね、今までのルミックスのカメラ、僕が使ってる GH6 とかにも入ってるんですけども、今回からリアルタイムラットっていうのを追加されて、そのね、ラットでプレビューするだけじゃなくて、そのラットも当てた状態でその色味で記録してくださいっていうモードも追加されました。なんでわざわざ編集で色味を追加する必要もない状態で、記録もできるようになってます。これもすごいよね。これね、フォトスタイルみたいなところで、追加ができますと。まあ、あとは UI 関連なんですけども、この画面ね、モニターのところにヒストグラムとか、そういうのが自由に表示できたりするんですよね。で、これはね、もうほんとルミックス特有なんですけども、めちゃくちゃ便利なんですよ。これがあると動画撮影本当にはかどるんで、この辺ができるっていうのもほんとメリットの一つだなと思いました。で、最後も一個なんですけども、無制限記録ね。いや、ね、わかるでしょこれ。多分ね、いろんなカメラ使ってた人だったらわかると思うんですけども、4K の 30p とか 24p でもう全然無制限で記録できちゃいますと。実際に僕も使ってみましたけども、全然途切れることなく、オーバーヒートすることなく撮影ができるんで、その辺もご安心ください。ケイスケの動画で、ここまでね、もう僕はもうね、射抜かれてるんでいいところばっか語っちゃったんですけども、もちろんこうね、まあレビューするにあたって荒探しもします。うわ、ここは微妙だなって思うポイントないかなっていう必死に探して、まあ、いくつか
強いて言えばこれ気になるよっていうポイントをピックアップしてみたので、ぜひ参考にしてもらいたいです。まあ4つぐらいあるんですけども、持ってきた。まず1個、ファインダーとモニターの切り替えと、2つ目、まあ、ややメニューが分かりづらいよというところと、4K60p クロップとレンズラインナップです。もうこれちょっとサクッとご紹介していきますけども、ファインダーのところですね、こうやって撮影した時にローアングルで撮影するとこうね、やるとあのファインダーに持ってかれてモニターが消えちゃうっていうことがあるんですよ。一応ここのねボタン LVF っていうボタンで切り替えはできるんですけども、なんかこうできればローアングル中はファインダー効かないようにとかそういう設定にしてほしいなと思います。まあ、それね他のメーカーのカメラとかにあったりするんで、あのぜひアップデートでお願いします。で2つ目、まあ、ややメニューが分かりづらいってところですね。まあ、これはねルミックスのカメラ僕前から持ってるんですけども、未だにちょっとね分かんないんですよね。なんか中のメニューが、あ、これはここにあるのにこれはここにあるんだっていうのがちょっと細かくあって、なんか例えばなんだけど、それあ、そうそう、例えばこの表示方法からラットのビューアシストオンとかにね、したりするのに、確かこっちのねメニューからも、あ、そうそうそう、 Vlog ビューアシストみたいながあるんですよ。どっちみたいな感じにやっぱなったりするんで、この辺がねちょっとなんか気になるんですよね。ややどっちを見ればいいのか分かんなくなっちゃうっていうのは一個ね困りごとかなと思いました。まあそんなめちゃ困るってわけじゃないけど慣れが必要なのかなと思います。まあ、でデメリット3つ目がこれね 4K60p 撮影の時、まあ強いて言えばもう本当に強いて言えば僕は 4K の 120p 撮りたいんですよ。 4K スローで撮りたいんですけども、それは叶わず、かつですね 4K60p までしか撮れないんですけども、それも 1.5 倍にクロップされちゃいます。APS-C クロップですね。なのでまあね、スローモーション撮影するときはどうしてもねこうクロップされちゃうので、そこがね気になるっていう人もいるなと思って、一個まあデメリットというか、まあ、気になるポイントではあります。まあ他のメーカーのカメラもこの辺はね、そういう仕様にはなってるんでしょうがないんですけども、まあできればねフルでね撮りたかったなっていう気持ちはありますね。で最後、まあレンズラインナップですね。これはこれからもう期待っていう感じではあるんですけども、まだまだこのね、L マウントレンズっていうのはすごくラインナップが少ないなと僕は思っています。まあ軽くて使いやすいレンズが多いっていうのはもちろんあるんですけども、他のね、メーカーさんからも L マウントアライアンスかっていうのがあったりして、まあねでいっぱい出たりはするんですけども、まあ、とはいえこう便利なレンズがめっちゃ出てきてるっていうわけじゃないんで、まあ、その辺はまあちょっと気になるところではあるので、ぜひですねここからいろんなレンズ出してほしいなと思います。これはねルミックスさんよろしくお願いしますと。はい、よろしくお願いします。ケイスケの動画、はい、いかがでしたでしょうか。もう本当にいいところ悪いところ含めていっぱい語っちゃいました。もう何分撮ってんだろう。はい、長い動画になってるとは思います。なんですけども、まあ僕がね本当に実際使ってみてどうだったかっていうところをしっかりレビューさせていただきました。本当にいいところ悪いところ全部語ってると思いますので、ぜひそれをベースに判断していただいて、あ、自分に合ってるなと思ったらぜひね今回の購入してみてください。もうこれ確実に売れると思うんで、早めに予約した方がいいよ。予約するなら、うん、決めるなら予約した方がいいと思いますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。